本日は、出張守り塾ということで、やってまいりました。ここは横浜グランドスラム、はい、はい、ジムにやってまいりました。ここはやっぱパンクラスのねチャンピオンが2人所属してるんですけれども、今日はその1人ちょっとお邪魔してみましょうか。はい、お願いします。はい、ちょっと突入してみましょうか。はい、ごめんください。来ました。じゃあこの方、今日は、フライ級キングオブパンクラシスト伊藤誠一郎選手に今日はお話聞かせてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。では改めまして、始めていきましょうか。お願いします。伊藤選手、現フライ級キングオブパンクラシスト第9代第9代ですよね。はい、あれ12月の24日に、はい、クリスマスイブ、はい、暫定王者決定戦でしたけども、はい、まあ、鶴谷玲選手 UFC 契約決まったから返上したってことですよね。そうです、返上して自分が正規になったんです、はい、第9代。あ、伊藤選手なんて言ってましたけども、ここは私ずっと出稽古させてもらってて、だいぶ久しぶりに来たんですけども、はい、ね、懐かしい場所で一緒に、当時自分18歳とか、まだ最初、そうですよね、はい、高校卒業したすぐぐらいで、まだアマチュアだった。プロにはなってたっけ。なんか最初ゼストのスワットから自分試合で始めたんで、うん、なんかセミプロぐらいの感じな、はい、組で。もうあれ何、それいきなりそんなアマチュアすっ飛ばしてスワットから出たってこと。アマチュアすっ飛ばして、なんかみんなジムの先輩アマシューとか出てたんで、うんうん、自分もアマシュー出るのかなって思ったら、うん、なんか火曜日に練習来た時に勝村先生に「せい試合したい」って言われて「出たいです」って言ったら、そしたら「今週日曜日」って言われて、それがスワットだったんですよ。なんか急遽あれね、スワットってあのゼストのなんかこう、あ、そうです、前座のなんか試合セミプロみたいな感じですよね。はいはいはい。でなんかそれで急遽代打探してて、60キロから、そういうタイミングだったんですね、はい、はいはいはい。でそれで出ますって出て、なんかぶん投げて腕十字決めて勝って、あ、そうなの、すごいね。そこからずっとスワット出てて、だからアマチュアやったことなくて、でもスパーリングもねよくやったよね、階級も一緒だったから。シュート出てたんですか、VTJ VTJ とか、その前もあったかな。でも、うん、今30いくつだっけ。今30ぴったりです。じゃあもう、はい、20代もバリバリ元気な子じゃん、はい、やっぱスワットから入ったからチャンピオンになるまで早かったもんね。2年、3年ぐらい。このご時世なかなかないですよ、そんなスピード出世。どんどん強くなっちゃってて、もうおじさんで衰える一方だったから、もうなんか、あ、俺もパンクラスのチャンピオン、ええな、申し訳ねえなって思いながらやってた。意地でやられてました。いやいやいや、あの時みんな所とかね、ミッチーもいたしね、尾身川さんとかもね、まあなんかワイワイやってましたよね、朝からね、はい、かわいいせいちゃんで、ね、いつまでも変わらずと思ったら、もう30歳ってね、今ね、はい、言ってね。で、先日結婚しました。結婚発表したということで。ねえ、だからそれこそが18ぐらいからね、見てるせいちゃんがね、もう結婚したってことで、はい、だから12月の大会後にね、ケージに上がって、あれでネットがざわつき、ね、そんな事件があったとかなかったとか、ざわついてました。で今ね、その奥さんの話をしないで盛り上がってましたけど、まあまあね、コアなファンはね分かって、なんかね、もう発表されてるからね、知ってると思うんですけど、なんと K-1 チャンピオンの菅原美優さん、もう。なんて綺麗な奥さんもらって、しかもチャンピオンで。この間立川の時に、俺はやっぱ仕事だからこうちゃんと試合見てるんですよね、私。その時にちょうどなんか前の席にファーッと2人で来て、でせいちゃん気づいてくれて、なっつってね、振り返ってなんかね、奥さんも挨拶してくれて、はい、まあ、なんて感じのいい子だと思って、ね、ほんと。普段美容師やってます。あ、なんか1本じゃないんだ、はい、ずっと。なんだか最初美容の専門学校行ってて、うんうん、その頃から K-1 のアマチュアとか出てて、うん、で学生時代にちょっとプロになったのかな、うん、でクラッシュ出てて、はあはあはあ、で卒業したらちゃんと美容室入って、もう毎日朝早くから練習して、でなんかちょっと練習行けるようにシフト組んでもらってるみたいな、うん、ちょっと応援してもらってるとこの美容室で、うん、立派ですね、ちゃんとそんな美容師やりながら。でそのこの間のタイトルマッチ時に、あの相手の
有川選手が結構ストライカーで、せいちゃんグラップラーっていう図式だったと思うんだけど、せいちゃんが結構打撃で圧倒して、まあ、最後フィニッシュはチョークだったけど、はい、打撃で結構圧倒してて、なんかちょっとなんかこう答え合わせができたじゃないけどなんかこうストライカーの奥さんもらったみたいなその効果、打撃で負けてられねえと思ったとか。あーそれはないでもなんかやっぱ自分組の印象が強いじゃないですか、うんうん、だから組ばっか練習してると思われがちなんですけど、別にそんなことなく、うん、逆に組の方が練習してない。グラップリングのスパーとか、うん、だけとかはそんなにやってないし、うん、打撃あ、でもなんか前の日になんかこのパンチ入りそうだねみたいなのは教えてもらいました、うん、自由に。前の日そうそう、そういうのが聞きたいのよ。前日計量終わってで、なんかそのリカバリーとかに向かい帰るですか、その車でこうやって相手の映像見てて、うん、これ明日の相手だよみたいな、なんか右フック入りそうだねみたいな、うん、って言われて、まあ打ったら当たったって、うん、右入ってたね。右入ってました。そんな前の日に言うねん、もっと早く知ってくれると思うじゃん。じゃあ前の日見せればよかった、もっと前に見せとけばよかったね。いやなんか見せてなかったとかじゃなくて、いや見せたんですけど、あんまりなんか向こうも知り合ったんですよ。あ、そっかそっかそっか。人のことを気にしてる場合でもね、はい、でも家で格闘技の話とか全然しないしない。まあちょっとね、なんかね、結婚の話もね、いろいろ聞かせてもらってありがとうございますって感じですけども、はい、もうなんか格闘技を始めるきっかけとかもうちょっといろいろ前後しちゃってるけど、柔道やってたんだよね。柔道やってました、はい、ね、でママさんも柔道やってた。それも柔道やってた、なんかみんな気づかれないですけどそれは いくつからやってたの、柔道。柔道は中1の冬、途中から入りました。中1の冬ぐらいから始めて、はいはいはい、それなんでそのラグがあるの。最初なんか特にやりたいのなくて、うん、先輩に野球部おいでよって言って野球部入ったんで、でベースボールシャツ着て、はい、あ、俺もだ合わせてきたみたいなで野球部入ったんですけど、別になんか野球好きじゃなかったなと思って気づいちゃったな。気づいないし、しかも目悪かったんですよその時。はいはいはい。でもうボール見えなくて、守備とかしてそんな見えないもんなのか。打ってなんかもう眩しいし見えないし、フライとか来た時にもうこの辺で気づくんですよ、うん、でも取れないんですよ。でつまんないし、先輩なんかそれはちょっと致命的だね。威張ってるし威張って嫌いだ、威張ってるし。まあまあ部活だからな。夏休み秋ぐらいにやめて、で、まあ、何もしてない秋ぐらいがあって、うん、でただ冬ぐらいに中学校って柔道剣道授業でやるじゃないですか。その時に柔道やって、柔道面白くて、その時になんか柔道強くなりたいと思って、うん、で冬休み入って開けて柔道部入りたいですって先生に言って、うん、お前ら今からかみたいな、友達と2人で入ってそこから始めました柔道、うん、でなんで MMA やろうと思った。高2の冬ぐらいに、氷の冬かな、なんか柔道もう引退じゃないですか、うんうん、で引退した後になんか何もやらないのつまらない、なんか面白くないと思って、うん、なんか体を動かしたいなと思って、でその頃まだテレビでドリームかダイナマイトみたいな年末やってて、でそれ見てなんか所さんの試合見て、柔道の時から寝技完成だったとか、うん、寝技好きだったんで、うん、あ、なんか総合だったら柔道の寝技活かせるのかなと思って、うん、所さんみたいにくるくる回って20時とすごいなと思って、でそれで総合やろうと思って、でグランドスラムに来たら所もいたと。で稽古で、で稽古で所もいた一緒ね、あの頃いたよね、はい、高校生の時にもう来て始めて、でスワット出たのは高校卒業してちょっとしたぐらい、ちょっとした5月ですね。でその翌年の2月に多分ゼストの本戦出れたんですよ。ですと本戦出て1年後にチャンピオンですね。ちょうど1年で2月に出ました。早いね。2月にスピード出世にも程がありますよ。21歳か。でライジンも出んの、その後出てたよね。ライジン出てました。ライジン4回出ました。23歳の時初めて出て、うん、でもあの時ライジンってフライ級だったの。あれ最初58でした。58キロでキザイモンさんになって、でその次マネルケープ58でやって、うんうんうん、でその後新竜選手59キロでやって、うんうんうん、ちゃんと57でやったの橋本くんた戦だけです、ね、2021年、うん、その後パンクラス、その後パンクラス、はい。パンクラス来てでも何年ぐらい経ちました。まだ1年ちょっと、1年ちょい、まだ1年ちょい、はい、どうすか。じゃあ1年、じゃあすぐ3戦目ぐらいだったっけ。3戦目です、はい。で暫定王者だったよね。はいはいはい。
またスピードがね、試合がコンスタンスにしてますよね。そう、なんかあんまり怪我しないでしょ。でも最近その顔面以外なんかあんまり聞いたことないけど、その顔面の時は鼻折れまくってて、うん、もうだからその前とかもあんまり怪我、だってそんだけできるってことはね、はい、怪我してないもんね。躍動し練習した、躍動しちゃったで、パンクラスに出た12月一番最初の上田選手の試合の時の前、うん、あの時12月25日試合やったんですけど、うん、11月の真ん中ぐらいに足首怪我しちゃって、トレーニングで欠場じゃないかぐらい、うん、もう今までで一番痛かったです、うん、痛風かと思って急に足腫れてそんなひげった覚えないのにで歩けなくて本当にやばくて、練習も全然できなくて、もう足止めてこう目慣らしとちょっとちょこちょこミットと、でなんとか減量だけして、減量はい、体重は全然大丈夫だったんで落として、でも本当に MMA スパーやらずにぶっつけ本番で試合した感じだったんで、うん、あの時はで、なんか1年ぐらいそれも試合空いてたんですよね、ちょっと久々だったから1ラウンド目とか来すぎて腕パンパンだったらとか全然組んだりとかもしなかったんで、でもなんとか勝てて、まあまあまあそういう時の方がね、集中がね上がったりとかねするパターンもあるから、まあなんかもうやるしかないかなって、開き直れる人はね、はい、いいかもしれないですね。で、6月の秋葉選手の時もちょっと膝痛めてて、まあ、それも全然スパーできなくて、まあ走ったりはちょっとできたんで、12月よりはマシだったんですけど、総合スパーやらずにそれもぶっつけ本番みたいな感じで行って、なんか言ってたね、インタビューの時もね、はい、で12月の試合はタイトルマッチはどこも怪我なかったんですよ、逆に怖くて死ぬんじゃないかなるほど、チャリとかで声出たら引かれるんじゃないかとかあとはなんかインフルとかあるじゃないですか、あーなね、そうだね、インフル、コロナ、ほんと気をつけろって言われて、実はね、怪我 してないイメージだったけど、こっそりしてるったってことだね。でもだから分からないように戦えるってやっぱすごいね。でもやっぱ本当にさっき言ったら本当開き直ってる、もうやるしかないから、ね、かっこいいよ、どうにでもなれみたいな感じで、ね、そういう人がやっぱ強いんだろうねでもあれもうダメだって思っちゃったらもうね、勝てるもんも勝てないからね、今ね試合のパンクラスのね、まあ、話とかもねしてもらいましたけども、いよいよ防衛戦、防衛戦、はい、ね、ムハマンド選手、彼もねだってもう次でまだ3戦目一緒じゃないですか。でも向こうはプロデビューして3戦目です。そうですよね。でもまあなんかアマチュアの世界チャンピオンしたっけ。そうですね。ねえ、アマチュアエリートっちゃエリートですから、ね、すごいですよね、世界チャンピオン。ねえ、でもどうですか彼の戦い見て。いやもう力強そうだなって、うん、でなんか松井選手との試合は結構打撃とかで腹効かされたりとかしてたけど、頑張ってこう組んでっていう、根性ある、根性ありますよね。しんどい試合だったけど、頑張って頑張って、勝って、でもあれもね、やっぱ松井もまあしっかり戦ってたけど、ムハマンドやっぱあれここでちょっと失速するかもってとこでしないんだよね、うん、やっぱ組み続けてね、3ラウンドきつい、絶対きついはずだけど、で、いや打撃もまあまあこうやられてるのに、はい、やっぱなんか気持ち強さもある、気持ちの強さもあるんだろうなと思って、いや難敵だと思うんですけども、はい、でしかも5ラウンドマッチ、はい、ね、だしね、でも5ラウンドマッチさ、前回なんか2ラウンドで KO したっけ。2ラウンドで、はい、でしょ。フルラウンドやったことある。フルラウンドないです。外人の一番最初出た時に1ラウンド目10分の、うん、2ラウンド目5分の、うん、その10分5分だけですね、フルやったのは。あ、5分3の試合でフルってないんでしょうっけ。ないです、大体1か2で決めてる。他のキャリアもある。あ、負けたのはマネルケーブの時2で負けました。新入戦も2で負けたんで。じゃあ勝っても負けてもフィニッシュされて終わるってことなんで、すごいですね。私なんか判定勝ちばっかでしたよ打撃でいきたいとかあるの、どっちでいくとか。いや、まあやっぱなんだろう、寝技だけに偏りたくないんで、うんうん、どっちもやりたいんですけど、うん、試合の展開にもよるんですけど、うん、あまり相手にやらせしすぎちゃうとそのままズルズルいっちゃうんで、うん、まあ、自分がやりたいことをやって、うん、あまり相手にいいとこ出させないように。まあね、もちろんそれが一番いい戦い方だよね。どう、打撃調子あれからさらに上がってる。いや、分かんない、どうすかね分かんない自分では分かんない、分かんない。でもこれとこう、なんか打撃のなんていうんですかね、あの技術向上のためにちょっとこういうことをやってるとか特にはない。マネルケープ戦終わった後ぐらいからトライハードジム、うんうんうん、行かしもって、その頃まだ小渕になった時だけど、うんうん、その時にいたノップ先生という、ああ、ノップ先生に持ってもらって、で今トライハード場所変わっちゃって、ノップ先生もトライハード抜けちゃって、今違うところで教えても
教えてるんですけど、そこにミット行って、うん、ミット持ってもらってて、それで良くなってるんですね。今もやってもらってる、ね、今も、はい、うん、20分ぐらいぶっ通しなんですよ、ミット3分の休憩30秒と時計回ってるんですけど、うん、もう休み関係ないタイってタイマーないとことかありますからね。あの私も何度かトレーニング行きましたけど、今は分かんないですけどね、オールドスクールな感じだとそういう感じでしたよね。まあでも今度タイトルマッチも含めてですけども、はい、その後海外だったりとか挑戦してみたいみたいな気持ちとかあったりするんですか？なんかそれチャンピオンになってから、うん、海外挑戦したいなって思ってきて、うん、あ、パンクラスのベルト取ってから、パンクラスのベルト取ってから、なんかそれまでなかった。それまではなんか特に目標がなくて、なんか雷神に出てもなんか一発単発で出てなんか終わる、その後続かないっていうか。でパンクラスに最初出た時はランキング入れて、このまま勝っていけばチャンピオンになれるっていうのがあったんで、目標があったんでベルト取りたいっていう。それで1年間頑張ってベルト取って、でまあ目標達成して、でその次になんかグランスラムやってきて、でベルト取れたんで、じゃあ今度ちょっと自分がどこまでいけるのかっていう、日本じゃなくて海外とかでも戦ってみよう、外人の選手にこっち来てもらったりとかでもいいし、自分がなんか海外の大会に出たりとかでもいいなと思って、それでなんかロードトゥユーシー30歳までだったんで、ああそっか、自分30でギリだったから、あとまあ戦績とフィニッシュ率は、フィニッシュ率高いから大丈夫だなと思って、それで引っかかるんじゃねえかと、引っかかるんじゃねえか、ロードトゥユーお願いしたんですけど、まあ、取んなくて、ちょっと悔しい思いを。そうですね。でそれで代わりっておかしいですけど、なんか別の人が行ったわけじゃないですか。はい、松井がなんで体重オーバー。そうっすね。でもったいないっすね。なくなっちゃったでしょ。枠がない。そういうところに思うとこありますか？いや、もったいないな。でもせっかく、うん、みんなやっぱ日本中他にも行きたい人が応募してて、で行ったんだから、まあ試合してほしかったですね。まあ、勝つまでもしょうがないけど、俺が欲しかった枠持ってったのに、お前なんてことしてんだよみたいな怒りみたいなのない？そこまではない。そこまではない。なんか今回成績そんな重ねてない選手選ばれたみたいな、なんか逆にね、フレッシュな人を選んだっていう感じなんですね。5000、6000とか、ちょっと裏目に出たね、肩書きが、はい、試合しすぎた。でもそっか、ロード TAC でももう31時にいつなる？今年の12月になります。もうないか。でも結局安藤君とかも、あ、そうか、そうですね、33歳の選手も、うんうん、フェザーとかではいるので、海外の選手いますね。じゃあまだそんなに諦める必要はないの、そのロードトゥの枠を。まあ UFC 以外にも海外の、そうですね、はい、どう思います？それは他にもなんか別に UFC にこだわりがあるのかとかわけではない？なんか海外の大会あんまり分かんないんですよ。UFC、ベラトール、PFL、まあ、うん、まあでもフライ級ってなってくると限られますからね。 UAE ウォリアーズ、お前だ覚えましたね。なんで何かしら、うん、まあ色々大会あるんで、うん、強い人と戦いたいなっていう。おー、 UFC とか出てほしいな。俺行きたかったけど行けなかったから、もう諦めなきゃなって思った時にパンクラスで、まあ最後にベルト取れたらいいなと思ってパンクラス行って、そう、私も第4代チャンピオンになれるんで、それがまあ巡り巡って今、はい、ね、昔から の練習仲間のせいちゃんが巻いてると思うとね、ちょっと感慨深いものがありますね。はい、ね、楽しくは、ね、お話できて本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃ、はい、で最後の、ね、タイトルマッチも控えるということで、はい、カメラに向かってファンの皆さんに一言いただけますか？はい、今度7月21日初防衛戦、1位のムハンマド・サラハイ・ディノフ選手と対戦するんですけど、やっぱりパンクラスのベルトを海外に持っていかせるわけにはいかないし、自分もこれから海外に挑戦していきたいなっていうふうに考えているので、しっかりフィニッシュして、いつも通りフィニッシュして応援したいなと思ってます。皆さん応援よろしくお願いします。せいちゃん、力強い言葉ありがとうございました。ありがとうございます。私も本当に期待しております。はい、本当楽しみだな、本当に。でも今日いっぱい楽しいお話できてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。